榊原代表とこの間買い物に行って、女子高生も終わりなので、はい、一緒に買い物に行ってきましてですね、ヒールを履くと前にこう前鏡になって怖いとかって言いながらですね、なんかお父さんの気分になってですね、一緒に選びました。